行くぞ。ウェルカム。猿の楽天が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。竜と虎、新たな鼓動を感じるぞ。熱血野郎なんざ目じゃねえ。総大将は竜王だ。合格なしとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の長田がより活躍した軍の主でどうだ。うむ、それがしにも異存はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で伝えるいい機会だ。おお、ならばなおさら破れるわけにはいきませんが、マサメ様。誰に言ってる。ヒヤッホー、伊達の軍馬は天下一位。壇の日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。かたや勇猛、かたや暴走、なんという由々しき組み合わせか。レッツゴー。おじゅろ、この手で聞いてよ。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。とバレちゃいましたか。そなたの生き様、しかと見届けた。てめえに区切って問題ねえとは思うが、口がないろ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。迫られたな。あんたの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、マサムネ殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつをさ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、俺様ってばこれだけ働いても信用ないのね。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよ、うちの大将さ。悪いようなしねえさ。グンマイ、しのぶ。この戦、きっと孫の代まで語り継がれるよな。前田はこれから育てる戦、この俺が保証するぜ。あいつ、俺らより暴走してやがる。おいてめえ、この俺と捨て殺しろや。加藤小次郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場を城にし、その暁に。守ると支えるは似ているな。一人の将として前田を支えるのはそれがしにぴったりだ。牧師を譲って調子よさそうじゃねえか。あんたらしい支え方ってのを見せてもらうぜ。松の飯がそれがしの体で燃えてるぞ。光を使うあんたの理不尽、竜王として叩き潰す。俺の代わりに見定める。真田幸村、政宗様が冠された王という名のありよう。片倉殿、貴殿の思いと忠義にかけ、必ずや。光が欲しいやつ、前へ出ろ、前だ。バリバリによろしく頼むぜ。刑事さんは俺らが支えて、殿には楽してもらわなきゃよ。バカ、他ならぬ貴殿と組んでるこの手たらく。それだけ手強い相手ってことだ。
上等だとは思わねえか。無敵にそれがしから離れろ。腹ペコが映るぞ。無謀だ。サスケの神出鬼没ぶりを見よ。カタクナ殿とて真似られぬ。なぜ俺はこんなに。それがしは前田利家、心して参らねよ。我らも続きますゆえお進みくだされ。知ったか、俺は無敵、無敵だ。まだまだ主人公。あんたと俺、決意の重さは変わらねえってことだろ。目覚ましいご活躍、敵味方皆が倒幕しておりますぞ。我が軍を阻む者なんてありはしねえ。天下人、お前もまたそうなりたい。我らが奮い立たねば最後の馬場で失うぞ。最強最強、主の戦闘を怪我させはせぬぞ。私に敵はねえ。いつの間にやら見知らぬ顔が消えたのじゃ。なんだこの野郎。つまんねえ。見事な無双ぶり、槍の股さ未だ健在ですな。そいつは楽には倒せねえぜ。目を見りゃ瞭然だろ。全てを失っても向かってくるか。ならば仕方ない。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。気を抜くなよ。どん底を見てえわけじゃねえだろ。それがしの槍が門を突き破ったぞ。竜子同盟の王さ、早い者勝ちはいかがでござるか。エクセレント。サンクようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。貴殿との偽りなき挑戦、定めるは恐ろしくもあった。テイプーシュ、気楽に行こうぜ。親方様ばかりではない。気合を合わせろ。マツメの力お使いあれ。この世に恥じぬ男とならん。我が二層松を守り平次を支える。これは飯を食ってる暇もないかもな。いやいや、それは困るぞ。腹減った。まず